皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日はアニメで放送されている恋する小惑星の3話を解説していきます。聞いたぜ。何が？恋する小惑星解説のその1がニコニコ動画の運営に不適切と判断されたんだろ。そうね、クリエイター奨励プログラムのスコアを没収されたわ。当たり前だよな。画像を使っているんだから残念ながら当然よね。じゃあこのシリーズはもう終わるのか？スコアの没収くらいじゃやめないわ。宇宙の素晴らしさ、宇宙の楽しさの不況が目的だからね。見ている人がいる限りやめることはないわ。宇宙ファンが一人だけでも増えれば大勝利よ。不況って宇宙教みたいなこと言ってんな。早速3話で登場した天体を解説するわ。でも3話は国土地理委員会みたいなものだったから今日は短く終わると思うけどね。やっと期待に応えてくれるんだな。ニコ動にとって不適切な解説動画スタート。まずアニメの冒頭でちょっとだけ映った本棚なんだけど、ここにアストロアーツの月刊星ナビが1年分並んでいるわ。細けえな。おい、私も負けじと迷子を持ってるわ。そうなんだな。迷子を持ってるわ。そうか、迷子を持ってるわ。うるさい、わかったっての。アストロアーツさん、月刊星ナビ、その先は言わせねえよ。動画でこじきするんじゃねえよ。くっそ。そんでここに宇宙博士と天文宇宙検定ナビがあるんだけど、これは天文宇宙検定の参考書ね。検定ってことは試験があるのか？一般社団法人天文宇宙教育振興協会が全国10カ所の会場でやっている宇宙に関する試験があるわ。何でもあるんだな。ちなみにお前は何級なんだ？持ってないわ。え？持ってないわ。いやいやいや、お前みたいなのが受けるべき資格だろ。本当は1級を取りたいところなんだけど、数学的要素が多くて頭の悪い私にはちょっと難しいわ。理数系に自信があって宇宙が好きな人はぜひ。どんだけ難しい試験なんだよ。じゃあ参考までに私のニコブログに問題を書いておくわ。宇宙知識と数学計算に自信のある人はチャレンジしてみてください。そしてこのハタミラとマナカオが見ている本はアストロアーツが発行している星ナビ2017年5月号と星空年間2017年ね。なんでそんなんでわかるんだよ。一人一冊は必ず持ってるものなんだから見たらすぐわかるでしょ。いや、そんなの持ってないけどな。そうなの？今度マリサのところに着払いで送っておくわ。受け取り拒否をしとくぜ。この二人はまずジョンソン彗星が5等級まで明るくなるって話をするわ。実在するものなのか？するわ。作中に登場する星ナビや星空年間にも書いてあるしね。ほん。アーネスト・ジョンソンさんが1949年に発見した彗星でね、火星の外側から木星のあたりまでを公転しているわ。ちなみに公転周期は 6.9 年ね。 6.9 年で一周するのか。そうね、彗星の中では早い方ね。一番遅い彗星は何なんだ？軌道が確定した彗星の中では池谷超彗星の374年ね。374年かけて一周するのかよ。日本の池谷薫さんと中国の張さんがたまたま同じ日に発見観測した彗星で、2002年に太陽へ再接近したから次回の再接近は2365年から2368年にかけてよ。どこまで行ったらそんなに時間がかかるんだよ。軌道はこんな感じになってるわ。これがその彗星の軌道なのか？海王星の公転軌道を大きく超えているね。これでよく帰ってくるよな。素晴らしきかな、太陽の重力。そしてマナカオはパンスターズ彗星って言ってたわね。ああ、そうだな。パンスターズ彗星っていう名前の彗星はたくさんあってね。カリフ号まで確認しないと名前だけじゃどのパンスターズ彗星のことかわからないわ。なんでそんなにたくさんあるんだよ。これはね、ハワイのマウイ島にあるパンスターズ望遠鏡が発見したからよ。ここはマサチューセッツ工科大学のリンカーン研究所とマウイハイパフォーマンスコンピューティングセンターサイエンスアプリケーションインターナショナルの共同計画で建設されてね、アメリカ空軍から資金提供されているわ。アメリカ軍はどこでも出てくるよな。そのパンスターズは空全体を観測する装填捜索をしててね、全天の4分の3を捜索しているわ。それで彗星やらを発見しているのか。そういうことね。ちなみにパンスターズが撮影した画像データ量は1枚あたり 2GB あってね、この画像データを処理するのに1分ほどかかるわ。 2GB の画像というものですら想像がつかないけどな。この撮影を一晩中やってて、
1日で 10TB のデータ量になるわ。毎晩 10TB とか記憶装置はどうなってるんだよ。画像データはコンピュータで比較処理とかされた後に破棄されるわ。こういうのを自動でやってるのか？そうね。こういうのがあるから個人で発見した新しい天体報告が少なくなったわ。なるほどな。作中に出てくるパンスターズ彗星は C2015ER61 というカリフ号のやつでね。2017年5月10日に太陽まで 15,553,6905km まで接近して、今は太陽から 14,636,8000km 付近にいるわ。遠すぎてよくわからんな。今のところ一周するのに9000年かかると考えられているわ。9000年。これも今のところだからね。途中で他の天体と衝突したり重力の影響を受けたりして軌道が変わったら、もっと遅くなるかもしれないし、速くなるかもしれないし、もう帰ってこないかもしれないからね。そういうこともあるんだな。有名な彗星でシューメーカーレビー第9彗星ってのがあってね。1960年に木星の重力に捕獲されて、1992年に潮汐力で核が破壊されてバラバラになって、1994年7月に木星へ衝突しているわ。この衝突によって木星内部から物質が湧き上がったことで大気組成などを調べることができたんだけどね。なるほどな。そして作中に出ている星ナビ2017年5月号でもパンスターズ彗星が見頃って書いているわ。そうなんだな。ちなみにパンスターズ彗星でも C2017D には今の時期が見頃よ。そうなのか？今は 9.6 等くらいの明るさだから条件にもよるけど望遠鏡で見えるかも。春までには8等まで上がるみたいよ。どこにあるのかわからんぜ。時間にもよるからアプリやネット検索でお願いします。ちなみに南半球からこの動画を視聴している方は8月から見ることができます。そうなんだな。そしてその後にも畳みかけるように彗星の名前が出てくるんだけど、次はタットル・ジャコビニ・クレサーク彗星ね。名前が長いな。まあタットルさん、ジャコビニさん、クレサークさんがそれぞれ違う時期に発見したからね。それで3人の名前を付けてるのか。この彗星は5年周期で一周しててね。前回の最接近が地球までおよそ2000万キロくらいだったから双眼鏡でもよく見えたらしいわ。2000万はあんまり近いとは思わないんだが、宇宙レベルになると近いんだろうな。次回の接近は2022年9月なんだけど、その時は地球から見ると太陽との位置関係が微妙だから見ることができるかわかんないね。残念だな。あくまで個人的な計算だから本当のところはちょっとわかんないけどね。ちなみにこの彗星の名前を聞いてジャコビニ流星打法を思い出した方もいると思いますが、それはジャコビニ流星群の方です。なんだそれ。アストロ球団を知らないの？知らんな。野球の漫画でね、バットにあらかじめヒビを入れておいて、ボールを打ったらバットが砕け散って破片が飛んでいくから、守備側はどれがボールなのかわからなくなるという必殺打法よ。それって宇宙は関係あるのか？名前以外全く関係ないわ。最後。もう最後か。さすがに早いな。冒頭にも言ったけど、今回は国土地理院会地質さんサイドの会だからね。地質さんってなんだよ。二人は金欠ってことでパン屋さんでアルバイトをするわ。ほん。そこでもらったお土産がクロワッサンなんだけど、クロワッサンってフランス語で三日月を意味してるのね。そのクロワッサンを見たマナカオが月齢7くらいかなって言ってるのね。月齢ってなんだ？新月の瞬間から次の新月の直前までを日数で表したものでね。この動画を投稿した2020年1月25日は月齢 0.2 の新月期だから、月明かりの影響が少なくて星がよく見える日でもあるわ。じゃあ天体観測に向いているのか？そうね、普段は見えにくい星も見えるかもしれないし、明るい星はますます輝いて見えるかもね。そういうのもあるんだな。私もこの動画を投稿したら天体観測をしに行くわ。やっぱりか。望遠鏡と三脚、椅子などなどを担いでマイスポットの丘へ行くわ。あのでかい望遠鏡を持っていくのか？反射式や屈折反射式は衝撃に弱いからね、今回は屈折式のラプトル60を持っていくわ。衝撃に弱いってどういうことだ？衝撃で光軸がずれてしまって合わなくなるのよ。光軸がずれると見えるものも見えないし、自分で光軸をきっちり合わせるのは難しいわ。だから修理に出さないといけなくなるからね。こういう時は屈折式が一番よ。いろいろあるんだな。今度詳しく解説するわ。というわけで今日はここまでよ。じゃあ天体観測に行ってこい。
このチャンネルではこれからもほぼ毎日宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。それではまた会う日まで。それじゃあな。天体望遠鏡の工事空調性っていくらするんだ？機種や工程にもよるけど、私の場合は3万5千円だったわ。だっか。反射式と屈折反射式は定期的にメンテするか、メンテに出すかしないと使えなくなるからね。だから最初の1台は屈折式がいいということね。もうみんな屈折式でいいじゃないか。ところがどっこい。それだけ手間をかけて得られるものがあるんですよ、マリサさん。そうなのか？ふひひ。相変わらずキモいなぁ。